みなさんこんばんはジョネトラダブスウィークエンド今週も人類滅亡はい始まりましたなかなか滅びませんもう大丈夫そうです大丈夫そうですかねじゃあ大丈夫なんで俺の本買ってくださいはい新しい本がはい新しい本が出ますはいなんか吉田さん読みたいとすごい読みたいです小優位ですからね小優位ですよはいもう濃厚です濃厚ですですから <laughs> あの、えっ、ー、と、味噌汁。はい、インスタント味噌汁。はい、お湯入れないで飲んじゃうみたいな。わぁ、濃ゆいですね。現役で <laughs> そうそうそう。うわインスタント味噌汁の、あの、チューブから出したやつ。はい、お湯加えずに。 いきます。チューブからいきます。いっちゃいますか濃いですね。濃いやつ味噌です。味噌ですね。調味味噌。味噌を飲む感じでいきましょうか。そうですね。はい。そんな感じで。楽しみですよ。八丁味噌のようなね。はい。香ばしい。香りがします香りが。香ばしいで一応ちゃんと書いたんですけど、これまだ見本なんでね、中身はちょっとないんですけど、表紙だけ一応ね。 出ししておきましたあと引き続きね経済で読み解く日本史、はいはい、おかげさまで50万部目指して今すい絶賛え絶賛あの発売中ということで売れてますんで、はい、あのね来週ね、はい、そういえばねあのサイン本、はい、あのなかなかサイン会できないんで、はい、サイン本ね多分ね200冊か,冊か300冊各苦行を行います。そううななんでですかか、はい、これで撮ろうかな、えー

何回ジャブロを攻めるんですかって言われたんですけど、いやこれはねやっぱねががが納たねまあがんがんだ猛宅としてジャブロは常に攻め続けないけど、そうなん難攻不落ですからジャブロはね。ああ硬いんですね守りは。硬いです。守りが硬いです。ねまあ守りが硬いといえばですよ。トランプ大統領ね守りきりましたね。守り切ったっていうか別にあのねあの例の流行り病からね体調を守り切ったというすそうですね。すごいですよ奇跡の2日入院？ね2日で出てきたと。早いですよね。早いですよね。で15日バイデンとねディベートやるっつって。 大丈夫ななんんんですかかねねバイデンさんちょっとリスクがなんか、ね、ネットでライブでやるんじゃないかとか、はいろいろ言われてますけど私はね、はい、できれば、ね、現場行ってね、はい、トランプ大統領カプセルの中にでも入れてそんな心配ならカプセルでバーンって出てくる、はい、透明のカプセルで、まあ、もしくはあのバイデンがカプセル入るでもいいんですけど。<laughs> どっちでもいいですけど、まあ、それでやってもらったらいいかな。まだ p. C. R. はあれなのかな、陰性になってないのかな。どうなんですかね。どうなんですかね。まあ、でも、あれですよ。あの、まあ、まだね。承認されてない治療法も試して、いろいろやったみたい。で一時はなんか、酸素吸入もしたらしいんですけど。一気に復活しましたね。すごいですね。はい、もう、これね、あれですよ。あの、ミラクルイン、メリーランドと言われてますから。そうなん。ですかメリーランドの奇跡と。メリーランドです。メリーランドの奇跡。あの、病院がメリーランドなんですよ。あの、ワシントン DC ってね、メリーランドの近くなんで。そう、メリーランドと、あの、ええと、確か、ええと、ええと、なだっけな。メリランド。 上はどっっちだっけ、えーとえー、あれ下がメリーランドで上が何だっけデラウェアだったっけなあ忘れてたれ、ね、はいはい、はい、の間なんですよはいなんですなんであのメリーランドの奇跡というふうに言われてますけどね<ー>、はいまあ、どうなるか奇跡起こるか大統領選挙だけはねどうなるか分かんないです、はい、もうほんのちょっとの揺らぎが全体に影響するので今私がこうするか、はい こうするかでも、これでもう、あれですよ。変わっちゃうんです北京で蝶が羽ばたくと、ね、あの、ブラジルで、あの、核爆発みたいな、そういう世界なんで。なるほど。ちょっとした揺らぎがですね。これ、こ、っちなのか、こっちなのかでもう、これ、これがもう、はい。俺今、大統領選挙、どっちに勝つか、これで。あー、やっちゃった。あこれをキャンセルみたいな。はい。キャンセル、キャンセル。これで、だんだん分かんなくなります。あー、両方叩いちゃおうみたいな。あ、無料。はい。 はい。これでどうなるかわかりません。はい、はい。まあ、あの、世論調査はですね、うん、まあ前回も。 そうだったんですけど、よくわかんないです。はっきり言って、あの態度を表明しないアメリカ人があまりにも多すぎて。で、まして、今このポリコレでさ。そうなんですよね。アンティファの B. L. M. だろう、もうおっかなくてさ、トランプ支持なんて言えないじゃん。言えないです。そうするとね、もうあの、世論調査、何を調べてるのか、さっぱりわかんなくなると。い。うことで、あと郵便投票というね、不確定要素もあるし。あれが認められるのかどうかみたいな話ね。郵便になるんですかね。まあ、ただね、一応、あの、賭けサイトの図とか。市場の反応はですね、もうバイデン勝ったみたいな感じになってますね。なるほど。 えー、でこれ意外と当たるので、賭、はい、けサイトはね一応ねあのー、まあ今回の、えー、まあトランプコロナショックによってですね、はいえー、むしろあのオッズがねトランプ不利に傾いているという状況なんで、あまあちょっと微妙かな。はい、でも前回2016年の時賭けサイトってどっちだったんだっけ？どうだったんでしたっけ？ねあヒラリーそうだ賭けサイトヒラリーだったんだ。そうなの、ね。だか賭けサイトは待てんな,んない。わからないですね。待てんな,んない、ね。逆に来るかもしれないですね。なるほどね。そうするとまあこれね。 まあ最後の最後、はい、逆進の微笑み、はい、あるかもしれない。

いいいららぐでですすすかかみたなところスタートるんよ1,000億持っても満足しない人もいればね1億ぐらいで満足する人もいるしいろいろでしょそういうことですよあなたにとっての金持ちとは何なんだというそこから始まる哲学的な問いを発しているのでもう本当にねんか宣伝すればするほど読む価値なしみたいな声が聞こえてきてまずいですけどぜひ読んでください。でね今日のネタなんですけどまずは金持ちのネタやったからこっからかな。 ニコラ、お金持ちの話ですね。アメリカね、ね、ニコラっていうね、まああの E V、はい、E V トラック、はい、夢のトラックはずだった、電気で走るんです。ね、電気で走る E V トラックだったんですが、そのまあ斬新なデザインとですね、プロモーションビデオ、実はねプロモーションビデオは坂道転がしただけだったということが判明した試作品ができてます、独自技術ですって言ってこんなトラックがとか言っても道を颯爽と走るんですけど、坂道を惰性で転がってるだけ。え、そうなんですか。ガチです。え。 これれあのバラされまししてはい寂しい寂ですよね坂道で、はい、それから独自技術って言ってたやつも実は全部独自じゃなくてどっかから買ってくるような話でぶち上げてしまったんですよ。えー、なるほどですげえ時価総額叩き出したんですけどこれインチキじゃねえかみたいなツッコミが入って、はい、で、株価急落、はい、で、その後ですねあの GM と提携を発表したんですよ。はい でそれは結局 GM が、ね、EV トラックの新しい分野にみたいなふうにニコラの技術と GM の販売力でみたいな話だったんですけど、はい、実はニコラ技術なくてなんとかしてもらおうと思って GM に泣きついたっぽいんですよ。はい、そうなんですかでそれもばれて株価もだだ下がりいやーでそんな中ですねこれ詐欺だったんじゃねえかみたいな疑惑が持ち上がってなんと SEC が調査に入るという、えー 調査するんですか。でしかもあの創業者の経営者が辞めました。<laughs> え、ヤバイです。はい、はい。第二のエンロンになるとこだったんですけど、はい、未然に不正だということかな。なるほど。うん、はい。エンロンの頃はまだこんなに SNS とか発達してなかったんで、はい、まあネットはありましたけどね。でもあのエンロンのインチキっていうのはまあ最終的にはまあ最後まあ最終的にはバレるんですけど途中、はい、まで全然バレなくてでエネルギー革命なんじゃねえかみたいな。お ねえ、あの、すごい、円論はすごいと、もう、IT バブルのもう本当にあれですよ、はい、申し子みたいな株だったんですよ。アメリカでエネルギー革命がと円論はすごいみたいなね。はい、次世代のね、もうエネルギー取引会社みたいな感じだったんですけど、はい、まあ、たびたびね、カリフォルニアの、まあ、停電を起こしてですね、はい、<笑><笑>まあ、ちょっと大変な、あの、大失敗だったんですね。はい、まあ、電力自由化の失敗例と言われてるんですけど、その円論がね、はい、その画期的だとか言ってたのは、もう驚異的な利益率だったんですが、はい、あれもね、あのー、まあ、和馬和代さんがね、昔書いて今も、あの、絶版になってるんですけど、はい、決算書の暗号解けという、 名著があるんですよ。なるほどこれもう10年以上前に書かれた本なんですけど、<ー>もう書いてある通りです。もう全部みんなね、この点のやつって、はい、あの目先新しいんですよ。E. V. トラックとか、ネタ新しいんですよ。はい、ネタ荒らしい、新しいんですけど、やってることは全部飛ばしです。はい、はい、飛ばし、だいたい、まあ、あの、えっ、ー、と、損失を飛ばしたりとか、はい、え、それから利益のね。 え、まだ利益として計上してはいけないものを計上してしまったりとか。まあ大体そうなんですよ。で、これはね、あの、まあ私が昔勤めていた銀行、日本長期信用銀行が潰れる直前にやってたバブル崩壊時の紛失決算とほとんど同じなんだよ。でまあ20年この方、まあ人類はそんなに進歩してないということかな。ですね。危ない時はそうするんですね。そうですね。まあ一応のカズマさんのね、その本ね、まああの一応まだ古本では買えると思うんで、あと電子書籍はもうないのかな。ぜひね、お読みいただきたいんですけど、基本はね、あの資産。 資産の扱いなんですよ。資産というのはですね、あの未来の費用なんです。これで間違えちゃいけない。資産がいっぱいあるから、この会社はすごいいい会社だと思っちゃいです。資産はね、未来の費用です。なぜなら減価償却とかね、そういう形でどんどんその資産というのは取り崩されて費用化されるでしょ。資産がいっぱいあるってことは中身をよく見て、それがそのまああの未来の費用になる資産なのかどうかということを見なきゃいけない。なるほど。はいはい。でまああのこのニコラもまあ大体似たようなはい感じですね。あと売上はね、あの三年分の売上をあの要は三年分の余り 約をその今期売上計上すると売上3倍できるでしょ。だからその未来の売上をその本当だったらだからあれですよね。未来の売りが売掛金というのはあのまだ確定しちゃいけないんですよね。売上にしちゃいけないそうですね。入ってからじゃないといけないです。そうものなんですよ。あの前払いえっと前払い費用じゃなくてえっと前受金か前受金にしなきゃいけないのにそれを売上計上してしまっていると。あらららら。 はい。いうパターンもよくあるんですけれども。そうなんこのニコラなんか多分そんなことをやってたのかなと。はい。最新技術ではないんですからそうですね。坂道ですからね。そう、坂道転がしただけなんで、それをまあ独自技術とね、どっかから買ってこようと思ったらうまくいかなくて、GM 泣きつくもバレるという展開で、危うく炎論事件が起こるところだったんですが、このね、ニコラの株が上がった背景にはですね、ちょっとね、あの、まあなんて言うんでしょうね、えー、白紙委任会社みたいなのがあるんですよ。白紙委任投資会社スキームっていうのが、 あるんですね。あるんです。はい。博士会社なんですね。博士会社があるんですよ。はい。で、これのね、テクニックについてはですね、はい。ヤイスイブニングラボのベルマガに詳しく書きましたんで、これ説明するよ、これだけどばっちゃんちょっと複雑なんですよ。はい。なんで、あの、詳しく知りたい人はそっち読んでください。ちょっとだから、アメリカはですね、まあ、要はその、え、今金すりまくって、はい。金余ってんだけど、ろくな投資先がないと。なるほど。で、本当だったら新規上場がバンバン出てきてほしいとこなんですが、はい。え、2002年あたりからね、あの、サーベンスオークスリー法って言って、ソックス法 であったんですよ。今ほら、はい、吉田さん I S O のお仕事されてるでしょ。あ,ね、あれの関あれに似たようなやつで内部統制のコンサルしてる人いるでしょ。はい、あの内部統制ってのはまさにそのサーベンス・オブ・スリー・フからなんですよ。はいあの速走から出てきて、はい、でそれの日本版が J ソックスってやつで、はい、でちょうどね2000年代 J ソックスバブルっていうのがあってね。 あったんですね。そうなんですよ。2000年代。まあ日本ちょっと遅れたんで、2007年8年ぐらいなんですけど、JSOX バブルがあってですね、JSOX のコンサルなんて結構儲かったんですよ。そうなんですかはい。で、ISO がちょっと食えなくなってきたんで、そっちに転身した人もいて、ちょうどね、私、カズマさんと商売始めたのが、その2007年頃なんで、あの、カズマさんと商売立ち上げ時期ね、給料ないですから、JSOX のコンサルって結構稼いだんですよ。そうだったんですか結構痛くて。結構儲かりました。ああ、そうまた大いろんな。そうそうそう。まあ、資格とかじゃなくて、単純にコンサルで中入って、そのカウンターパートでね、関西法人のそっちのやつをやってあげる というやつだけでも、なんか書けないじゃないですか、なかなかみんなその規定書、はいてる。ね、細かいのがいっぱいあるので。はい、それちょっとお手伝いするだけ、でも結構な、<ー>あのフィーをいただけた時期があったんですが。そ,はい、その側層のおかげでね、はい、上場要件がちょっと厳しかったの、はい。あ、そうなんですね。うん、で、その、I. P. O. に結構手間かかるんで。はい だからそのユニコーンと呼ばれるような会社になっちゃうわけですよ。はい、上場しない。ユニコーンですかそうそうそう、こういう。そうそうそう。手塚治虫の。ね、そうそうそう。はい、そうそう。あの、要はユニコーンつって、上場しないけど時価総額大きいからしょ。はい、あの、ウィーワークなんかそういう。あ、なるほどはい。そうそうそう。で、そういうのをだか未,か未公開株投資みたいな感じで、はい、まあ、このサルベージする、まあ、その、はい え、知らず小切手会社みたいなやつがあるんですよ。なるほど。はい。で、まあ、それをソフトバンクは、あの、自らね、ビジョンファンドで未公開株投資やったら、まあ、痛みになっちゃったと。はい。まあ、いうことなんですけれども、まあ、そういうのがあって、で、まあ、要はその、え、投資先が足らないから、はい。まあ、だから、まあ、そういうのがね、流行ってるのではないかと、まあ、言われてるんですが、まあ、細かいスキームとかですね、まあ、その辺ね、今後どういうことっていうのは、これ、ちょっと八重洲の方に書いてあるんですけど、八重洲のメールも読んでください。はい、次です。次はですね、こっちかな。 こっちかなーいいガス GJ ということで、うん。すごいですね。GJ ですよ。携帯大手3社が。値下げ。 検討中でするって、はい、検討中って、ついにソフトバンクまで言い出したということなんですよね。これやりますね、これ。やりますね。ここまで言ったらやりますね。ね、ここまで言ったらやらないといけないですよね。まあ、あの、携帯の料金っていうのはね、前にもこの番組でも言いましたけれども、消費税と同じですから、はい。ね、逆進性があるので、ね、値下げされれば貧しい人ほど恩恵を受けると。ですね。ね、就任占める携帯の割合っていうのはね、貧しい人ほど大きいですから、そういう意味ではですね、これやったらすごいなと。 すごいですすすすよよ割ととここれ盛りりりり上がままねねねねワイドショーのののネタになって携帯会社やそうで今日本学術会議問題でねいろいろ盛りかけみたいに盛り上げようとしてるんですけどむしろこっちの携帯の方の話題の方が数字取れるんでちょっとあまり餌に食いつかないみたいな感じですけどね嬉しいですからねこちらは。まあね日本学術会議のね人生の問題についてはね「情熱つかさチャンネル」で死ぬほどやってるんでまあ簡単に言うと今回拒否られた6人北斗の拳でいうところのね まあ、ハート様と、はい、モヒカンみたいなレベルの連中、ね、モヒカンなんですか。はい。<laughs> ハート様、まあ、雑魚キャラですね。あなるほど。えー、もうケンシロウにもあのバーンでこうね、お前はもう死んでいるとか言って一瞬で倒されちゃう。もうあの一コマで倒されちゃうみたいな。あら、一コマで、えー。ハート様でギリギリ2ページですね。<laughs> いでそれがまあ加藤陽子先生がハート様ぐらいの戦闘能力でそれ以外の人はもう全部あの模擬官です指一本みたいな指一本ぐらいねもう一コマでも10人ぐらい倒されるみたいなその10人だろみたいなうわー飯ひでみたいな感じになってその中の人たちっていうそうですそんな感じの人たちが選ばれてるんですけどねこの辺を詳しく言うとしてまああの菅さん頑張ってますさらにね全省庁に応援廃止指示ということですごいですよね来ましたねはい デジタル時代の、えー、時代に最大限活用を図るべきものだということで、<ー>えー、オンラインでのですね、診療服薬指導に関しても、えー、やりなさいという指導が出ました。<ー>はい、ということで、で一気にですね、強制、はい、手続きのデジタル化進む、はいで。これを進めた上で、はい、次の10万円給付。はい、あ、なるほど。次の10万円給付はデジタルで、みたいな。いいですね。 なったらいいですね。はい、なるのかな。なるんでしょうか。まあ、あの、第三次補正予算のね、はい、もう、あの、呼び声も高いということで、まあ、これを通してから解散総選挙。はい、まあ、それとも予算を通すのか。はい、ね、ねあの、ね、この間、あの、武井俊輔君とね。あの、久々に飯食ってね。お<ー>ねあの、パーケン化されたんですけど。はい。<laughs> <laughs> 買っってやたよ竹井,井のことねちょっと言っとくと、はい、あいつあのねあの中間大好きみたいなね、はい、新館派だ新中派だとか言われてますけど誤解しないでくださいあいつ去年台湾15回行ってますからね身、ね、体派でもあるんですよ。 15回ってね、今月に1回以上ですね月に1回以上。あいつ台湾行ってるんですよ。で、多分、チャイナとか行ったら、台湾行かないでくれって言われてると思うんですけど、あいつ無視して行ってますからね。すごいですね。そう。一応、武井君を、まあ、ちょっと、そういう意味でね、擁護しておくと、彼は、アジアの人々みんな仲良くっていうお花畑なんですよ。だから、台湾の人を仲間外れにしてはいけないという、そのお花畑から出てきた理論でそういうことを言ってるので、武井君はいい人ですから、台湾もね、仲間外れはいけないという意味で台湾行ってるんです。はい。といで、その武井君、いいわけですけど、 まあその予算を通してから解散かなとなるほどみたいなことはあの言ってましたけど <はい S 2> まあ少なくともだから補正予算は通さないとまあ年内っていうもう今声は。 長田町にはないみたいだというふうにね、あの聞きましたけど。はないですね。まあ、まだわかんないですね。一議員がそうやって言ってるだけですから、サプライズもあるかもしれないですね。まあ、ないですよ。これ岸田派というですね。今冷や飯食わされてる派閥の人ですから。情報も入ってきてるのかどうか、よくわかんないんで、頑張れ武井みたいな。台湾行けよ、お前、台湾だな。な、と、まあ、そういうことで。はい。あの台湾、ぜひ、あの武井応援してもらいたいなと思います。はい。そして最後のネタ。これはね、ちょっとね、悲しい話なんですけど。ANA はい 全日空ですけれども内定切り内定りはつらいですよね。割内定りです2割から3割にリストラ給料下げるのかないやもうかなり厳しいです。まあこの間ね私久々にね山口・上空港まで乗りましたけどやっぱり減便してるんですけどやっぱりちょっと空席が目立つ感じですかね国際線もボボロロでしょはい もうこれ持たないですよね,経営がね今飛びませだからまあ JAL みたいなね一時 JAL を救済したような形で、はい、航空会社の国有化、まあ、ナショナルフラッグ2社ですから今ね、はい、だって政府専用機も今全日空が運用してるん,ん,んでしょ、ね、うんね。はい、って考えるとですねもうこれはもうちょっとこの流行り病のね異常事態が終わるまではもうしばらくもう国の特別融資、はい、日銀特有かなんかで。はい 耐えるしかないかもしれません、ね。そうですね。うん、まあ、でも、そうなるとね、株どうするんだみたいな。はい。ね。どうするんでしょう。ね、国有化決まれば、全日の株上がるかもね。はい。うん、まあ、じゃ、ジャルはの国有化で。<ー>で、あの、復活したら、その、ハイリ終わったら、もう一年以内に株は再上場するみたいな。はい。 うんまあそれで政府は儲けたらいいと思いますけどね、はい、それで儲けて消費税ねできれば減税していただきたいとそれがい,いです、ね、うふ、はい、う風に思うんですけどまあ果たしてですねこのリストラねまあ実はこれ、はい、航空会社をたまたま私は取り上げたんですが、はい、ちょっとですね雇い止めリストラ進んでます。はい 大変ですねでね有効求人倍率がついに1パ 1. に1.0限りななくく近くなってきました、はいはい、で私の経験から言わせていただくと、はいえー、いつもねバブル最,最後の就職組楽勝就職だったって言うでしょ、はい、私1992年に就職活動して、はい、93年に就職したんですけど翌年ね僕の後輩たち、はい、93年就職活動組は、はい、非常にあの厳しい状況になりまして。はいなるほど で、たくさんの人に会ってリクルーターでね、ご飯も食べたりもしたんですけれども、はい、あの内定はですね、えー、僕らの年の半分でした。で、僕、長銀でその経験をしたんですけど、はい、えー、友達でね、あの、明治の郵便部のね、はい、あの友達がいるんですけど、彼、伊藤忠商事に受かったんですよ。<ー>僕と同期でね。はい、で、彼もやっぱ翌年は、あの、すげえリクルーター頑張ったんだけど、はい、採用が半分になっちゃってさ、そしたら同じだと思って。はい だある意味、そのね、昔の大企業的なね、まあ横並びで、はい、あの年はですね、だから92年から90、あまあ93年内定から94年内定ですね。はい、あ、入社か。93年入社、94年入社の間で、大体だから、あの、新卒の内定者の数が半減してるんですよ。で、その時の有効求人倍率が1.5、はい、から1に落ちたの。あ、そうなん、ね、1>, 1年で0.5落ちたの。今と同じ状況です、ね、今と同じ状況なんです。はい、はい。だ去年まで1.5ぐらいあったんですよ。1.49とかぐらいあって。はい で今年1.0とかなんでかなりちょっとあの今だから大学3年生の皆さんをですね、はい、かなりちょっと悲惨な就職活動になる可能性がありますね,すね、はい、まあこういう時はですねまあそれでもまだ1ありますから、はい、平均で1あるってことは新卒向けにはね2位近くまだあると思うんでえり、はい、のみしないでとりあえず働けば働けます、はい、なるほど、はい、で私はまあぜひこういう時期だからこそね中小企業おすすめですよ、はい、もう今伸びきっちゃった会社やったらしょうがないじゃんこれから伸びる会社入んなきゃ、はいね、そうですねそういうとこ見つけるのが大事なので、はい、まあ,あの大企業でね終わりそう あえて言うとね銀行業界とかねそういうのはやめたほうがいいかなと銀行安泰のように見えていばらの道ですよ今大変ですからねこれ以上のリストラを流行り病の前から決めてるのが銀行なんだから銀行なんか絶対行っちゃだめだよそう思いますけどねこれからねちょっと日本経済実体経済の波及がですね広がっていくとちょっと怖いですよね。大丈夫かかななとというころですすね人類滅亡る 来週まで人類が滅亡しないことを祈りたいと思います。また来週